どうも皆さん、こんにちは。星しいたけです。ホライゾンゼロドーン続きをやっていきたいと思います。では行きましょう。機械の装甲板を壊せるとか。これはなんだ？クイックセーブ、手動セーブ。手動セーブは、あ、こういうことね。じゃあまずひとまずここです。お、早いね、セーブ。いいことだ。安らぎの花。機械のR1 でR1？ なんか取れたね。さっきの説明ってもう一回見られへんのかな。なんかちゃんと見やんかったな。クイックロードフォトセッティングメニュー。あ、地図あるやん。クエスト、あ、ノート？戦績じゃないよな。データポイント。あ、これこういう収集系があるのか。ホログラムデータポイント。誕生日おめでとうか。わ、なんかめっちゃあるぞ。ゲームの進行状況。収集アイテム。機械一覧。あ、違う。クエスト。アイテム野弾炎の矢火に弱い敵に持続ダメージと中程度の着火効果か。あ、罠とかもある。雷の罠、衝撃爆弾の罠。なんかすげえいっぱいある。回復薬。150回復。体力150強化ってことは150増やすってことかな。属性か。衣服。武器はカージャ族の狩人の弓。威力を犠牲にして操作性と連射性を優先させた。短距離から中距離の戦闘に適した軽量の弓。50円ってことか、これ価格は。炎の矢を使えばブレイズキャニスターやバックパックに着火させられる。こっちはなんだこれ。スロットがあんのかこれ。スキル。所持品。サイレントストライク。R1 で音を立てずに小型の機械や人間を倒したり。あ、いいね。これいいやん。大型の敵に大ダメージを与えれる。狩人の心眼。ジャンプ中もしくはスライディング中に狙いをつけると時間の流れが遅くなる。マトリックス効果ってやつやな。静かなら着地。落下やジャンプでの着地時に全く音を立てずに。いいなー、いいなー。これスキルツリーになってんねんな。義勇、精神統一。いいね、これも。クリティカルヒット。転倒した敵に R1 で大ダメージ。R1 がだから近接やということやな。攻撃精度。槍の弱攻撃で装甲板や部品を切断できる確率が増加するか。ルアーコール。道具メニューからびっくりマークを使えば R に最も視野の中央に近い敵一体をおびき寄せるか。ヒーラー。こういうのいいな、回復早く。採取上手もいるね。とりあえずまずは、これやん、サイレントストライクと、押しっぱなしで飛んのか。あとどうや？これ、どれやったっけ？なんか、エイムしてる最中に遅くなるって、これやろ。精神統一と、あと採取上手にしとこう。よし、これでいこう。OK。こうなる運命。これ、近接攻撃っていうのは、これしかないの？ L1 が、そうやろな、R。こっちもこれ強攻撃かなんかか。よし、行くで。今朝は狩りのはずだ。なんでいない？どこに行ったの？チェックできそうなところもないな。オープンワールドやから多分行けるところはいっぱいあるはず。ああ、三角の癖をつけやんとあかんな。あれはいるな。これはよし。なんか薬がまた入ったな。ポーチは特殊アイテム。ん？報酬の箱なんもないわ。衣服、改造アイテム。いや、さっきのお薬はどこでわかんの？何を何個持ってるかって。あそこで何してる？他に押すボタンないよな。かも。あそこで何してる？ああ、そこか。立ってる。一体どうしたんだ？え？どうやって登んの？この、ああ、捕まんのか。ほんで自動で登ってくれるやん。アロイ、来たか。もう何か問題が。何をしていた？追跡が得意でよかった。まあそれは違うよな。何をしていた？まあ、何か問題が？ねえ、何かあったの？いや、話がある。もう白が増えたな。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は？もちろん。あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。安息の地へ降りて炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたらあそこでアウトしよう。母の源へと続くもんだ。あ、北の門？安息の地の端の？そうだ。さあ行きなさい。気になることでも？何か悩み事？いいや、何でもない。他に安息の地でやることはある？変わり者のグラータに食料を。時間があれば1週間分の肉を買ってやれ。一度でいいからお礼を言ってくれればな。掟に従っているだけだ。彼女が口を聞かないのは侮辱じゃない？ならいいけど。試練の後のこと。試練の後のことが心配なの？分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私はやることが山積みだ。また後で話そう。はい。素材を集めに行く。でもカルストのところにも寄ってくる。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになるだろう。不吉なことを言うな。分かった。北の門で。クエストメニューを開く。変わり元のグラータ。これサブストーリーか。何これ？優先クエストってことか。異端者の老女グラータが荒野で生きていくにはしばしば助力が必要になるが、大いなる母に祈りを捧げる時にしか口を開かないため、何を欲しがっているのか理解することは容易ではないと。サイドクエストとサブクエストってどうちゃうんや、これ。野生の教え。今、これか。炎の矢を作成すると。ストラーダからブレイズを3つ、機械からシャードを5つ。カルストと話してトラップキャスターを取引で入手すると。なるほど。他はないかな。よし。こういうところって登れんのか。登れないのね。これ落ちたら死ぬな。いや、これか。これどうすんのこれ。ロストの様子が変だ。私がロストを見捨てるとだね。お、勝手に降りたわ。マップを開く。これが道順ってことか。これさっきのとこかな。地図移動、ズームな。グラータと話す。遺跡。北の門って、この辺にあるんかな。アーロイの1。OK。じゃあ行こう。まあ、素材集めたりしながら行きますか。また間違えるわ。コンフィング欲しいな。よし。敵がいるかどうかだけ確認しながら進まんとね。ここになんかあんな焚き火か。あれは暗殺の地。この滝を越えたことは一度もない。それも試練で変わる。2日で答えがわかる。あと2日で母親がわかる。そして異端児とされたわけも理由があるならばだけど。よし、じゃあ炎の矢の素材を集めるか。群れはどこ。木をいっぱい。これどれぐらい持てんやろな、アイテムとして。この同じ素材が何個。雷のなんていうのこれ、読めへんの。お、これ何？薬ポーチがいっぱい。これお薬なんか。薬ポーチってやっぱりどこで見るんやろ？所持品？武器、衣服、改造アイテム、資源。違うやな。特殊アイテムは？トークン。あ、これか、薬や。いや、薬ではないか。ないもんな、もうしゃあない。取れへんもんはしゃあない。これはない。なんとかの目。やべえ、これ完全にあれやな。実況向きじゃなくなるな。こんだけチンタラやってると。進めねえ。アイテム多すぎて進めねえ。あれとかって倒せんのかな。七面鳥とかは。あ、俺全然道なりに進んでないわ。まあ行けそうやったらいいか。この方向で合ってんねんな。これなんだ。おった。女神よ、山に私の名を呼んだ時、あなたは答える代わりに名を心に留めてくださった。どうもグラータ。女神様、追放されて以来、私は川の流れのように不変だったでしょう。石のように固く忠誠を誓ったはずです。どうか寛大さをお示しください。今一度私にその恵みを。大丈夫だよ、ウサギは私が。おい、なる母よ、風に乗ってあなたのお声が聞こえます。祈りの数珠にお恵みをどれだけ感謝したか。でも東の高台でなくしてしまった。この老体では戻ることも叶いません。それじゃあ今回はウサギと飾りがいるのか。分かった、また後でな。肉そやな。東の高台って何や。東の高台ってこれ？まあいいか、これでいいか。これが道やな。うさぎがいる気配もないぞ。手探りで。やっぱあれやな、脇道それやんと。うわ、いるわ。漢字書いてあるわ。あ、これもしかしたら。いや、そうでもない。やべ。ちょっと待って。どこにいる。あ、あれか。やべ。危ない。バトルになっちまった。食らったな今。丸やな、丸で。なんやそれ。おお、なんか怖え。シャードとプラス 6% ダメージコイル、点火装置。なんか顔面の横にいっぱい出てきてわけわからへん。シャードとワイヤー、武器や衣服を改造できる。武器こっちか。ダメージコイルどうやって改造するの。改造の仕方が分からへんぞ。あ、これか。あ、これでダメージがちょっと上がるわけやな。あ、長押しでつけるのか。これ外せるよな。焚き火があるのとなんかいるな、誰かが。おう、このお馬さんに近づいていくか。泳げるし。助けてくれないか。え、どこ頼む、他の一人は頼めない。どこにいる。誰。あ、お前か。ちょっと待ってろ。これはこの牛をやな。あっちゃー、痛い。あかんな、なんかとっさにこう回避ができへん。あかん。おい、びっくりするやん。やめろよ。むずいな、なかなか。シャード、ブレイズ、点火。ブレイズはこいつやった。かがんで静かに。すいませんな。アイテム作成。よし、なんかこの辺に誰かいるぞ。トック。お前、異端児と話したいのか。どんな結果になろうと、とにかく助けがいる。それでどうしたんだ、足に怪我を。私じゃなく娘のアラーナが危ないんだ。スクラッパーを追ってアーのゆりかごに、命に危険が。私は立ち上がれず、追うこともできない。探してくれないか。うん。娘が？なぜ娘は一人でスクラッパー狩りに？私のせいだ。私が追いかけてたが、足に怪我をして。なんとか逃げたが、機械に槍が刺さったままだ。去年亡くなった妻のエディーナが、あの槍を作ったんだよ。アラーナには大事なもので、取り返そうと後を追っていった。私と話したら長老たちに追放されるかもしれないぞ。構わない。娘を探したくてもこの足じゃ無理だ。なあ、見つけてくれ。あの子が無事ならどんな罰でも受ける。アラーナは母のゆりかごへ行ったんだな。ああ、南東にある。娘には禁じていたが、母を亡くしてから手に負えなくて。くそ、情けない。妻を亡くし怪我まで。娘すら探せない父親だ。どうか私に手を貸してくれ。娘さんを探してみるよ。無事を確認してくれ、お願いだ。なんかまたサイドクエスト。これはサイドクエストなのね。これがやな。で、サブクエストがこっちか。まあとりあえず全部やってると時間がまあないので、ある程度はちょっとすぐ使うことになるな。生放送とかでね、やっていけたらとは思いますが、これもう全然方向ちゃうわ。こっちやんな。え？こっちか。なんかいる。どこや。アライグマか。ウサギやな。ウサギとかあれどうやって狩るよ。これはこんなんもう、こういうのもあんねん。よし、もうダメ。もうダメやね。どうあがいても無理やね。よし、今回は回避。よし。ああ、しまった。ガードはないんだよね。いっぱい来るやんけ。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、何やその攻撃。よし、怖え。シャードとワイヤー、シャードと点火装置。こいつはなんで青いんや。シャードと火炎 22%。 お、いいやんか。そもそもこいつらで火炎効くんやったんか。石か。そうか、石で注意を引くこともまあできるわな。なんかおるわ。しまった。え、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつ強ない？戦闘離脱みたいなのできんのかな。こいつ多分イノシシやな。うわ、ちょっと待って、なんか後ろになんかある。ああ、よかった。危ねえ。怖っ。ああ、こっちか。探してるのが私じゃなきゃびっくりだな。セーブ。なんかこの辺にアイテムなかったな。こいつ倒せる？無理か。よし、逃げ切った。あ、よかった。逃げ切ったってこともできるんやな。なんもないか。これ全然ステルスできてないわ。無理か。よっ。弱点はこれは弱点なんだろう。弱点は見ねえやな。やっぱ多いな。やばい。よし、今のはいい感じや。一応合うてるな。バレたわ。よし、こいつがウーサなる前に倒せたよな。あ、やばい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 。バレるんじゃん、バレるんじゃん、バレるんじゃん。私を探してる。ダメージコイル。あ、もうダメだ。ああ、食らってるし。おお、落ちる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 。よし、ここ狙えば楽やな。これをやった時が意外とチャンスや。操作性コイル。これは、あ、上から帰ってこれるやつか。まだやね。こっちじゃないな。もらっておこう。ああ、上になんか動物がいっぱいいんねんけど。そこしゃがめばいいんや。